自分語りさせてください。私は子供の頃から親に大学は暇人が遊びに行くところ、行く必要はないと言われて育った。刷り込み効果か当たり前のように高卒で働こうと思っていて、そのために商業高校の IT 科に入学した。高校3年の初夏に本当に学びたいことがあって進学する必要があるならできる限り費用を工面してやると言われたけど、進学は考えたこともなかったし、授業は IT 分野に特化していて5教科の比重が軽い。例えば数学は数1、週2、数 A のみから、今から受験対策は無理だと切り捨てて就職した。20歳の頃は進学した友人に会うと随分子供っぽく感じて就職は間違ってなかったと思った。でも30歳になった今、親の言いなりで何も考えなかった自分に少し後悔している。高卒で働くだけでなく、どんな仕事をしたいかまで考えていれば、おのずと選択肢も広がったかもしれない。就職するにしても、高3の時一度は将来をきちんと考えればよかった。当時は考えてたつもりだったけど、結局目先のことばかりで、なぜ進学する人がいるのか、大卒と高卒で何が違うのか、大学で何が学べるのか、何も考えなかったことが悔やまれる。大学で学ぶか遊ぶかはその人次第だからね。行けるなら多少無理してでも行くべきだよ。今はバカでも大学に行けるから腹立っているおっさんが言ってみる。は、間違ってないと思う。確かに勉強熱心な大学生もいるけど、狭い世界しかまだ知らないのに妙に自信家で上から目線な子もいるし、目先のことにとらわれたって書いてるけど、私は625はちゃんと考えて仕事を決めたと思うよ。その時はそんな気分だったから仕方ない。閉店した店に行けばよかったって思うより、もっと美味しい店を探せばいい。私も高卒で働いたけど、当時は進学させてくれない両親を恨みまくったけど、実社会での勉強の方が身についたし面白かった。今もワクワクしながらいろいろ学んでいるよ。なので今は高卒なことに全く不満を持っていない。ネットのおかげでどんな分野であれ深く学べる時代だし、視野狭窄に陥らず目を上げ胸張って広い世界を見るべし。過ぎた昔には絶対に戻れないのだから、今と未来を大切にね。バカでも金がなきゃ大学には行けんのやで。違うで、バカこそ金がなきゃ大学行けないんやで。頭が良ければ奨学金って手が使えるんやで。難関大卒でも精神病んで、今は毎朝新聞配達が来る時間帯に僕とを振り回す人だっているんだからさ。他人の人生にとやかく口出すもんじゃないね。いやいや、今はお金なければ難関大学には入れない。中学から私立って子が多いの。なんの周囲にエフラン大学生が何人かいるんだけど、正直行く意味あるの？と思う。だって大抵就職うまくいかなくてニートかフリーターになってるよ。エフランでもそこでどう過ごすかどうかだと思うよ。ちゃんと将来見据えて勉強に励む人はしっかり大手企業に入社してる。ニートやフリーターになる人も確かに多いけど、それはエフランのゆるさにどっぷり使って待った人だろうね。もう届かないかもしれないけれど、これからでも大学で学ぼうと思えば学べるよ。通信制の大学という方法もあるし、放送大学で学ぶという手段もある。通学という手段にこだわるなら科目等履修生というスタイルもある。